チンキャラ数チェックやっていきましょう。はい、と思います。こんばんは。本日からガルバン来ましたね。こちら見ていきましょう。早速見ていきます。力属性のディフェンダーの選手、メイン技はガルバンダッシュカットの S パスカット技で465威力、スタンピードタックルの S455 威力、ハイパーブロックの S450 威力、力強いパスの A がついてます。技に関しては全部最大技ついてますので、まあ、一応取れれば使えますよという感じですね。そして特技フォワードキラーの A、 フォワードに対してパラメータプラス 20%、 チムスキ超団結力海外5人以上の 25% ということで、まあ、周年を前にしてですね、25が実装されたという感じですね。そして絆、力属性の海外選手が2人よりと全員のパラメータプラス 5% ということで、まあ、こちらもいいですよね。 4.5 じゃなくて5ということです。スタミナが少ないほど必殺技力がアップする、最大 15%、 封印無効化、自分にかかる必殺技封印を1つまで無効化する、まあ、これに関してもいいですね。封印されないんでしっかり読み勝ち勝負になるというところです。リカバー 60%、そしてコブディアス、マッチアップで勝利すると味方のディアスは次の必殺技使用時に必殺技威力プラス 5% ということで、これが結構強いかなというふうに思います。必殺技威力がアップするやつなので、必殺技使うまで解除されないっていうところも優秀かなというところですね。4突で見ていきましょう。フォメ効果はフィジカル 10%、 チムスケ69、バフ45で見ていきます。スタミナが1282、シュート以外4突で見ていきます。まあ、チムスキとかバフの条件もそろそろまた考えていかないといけないなというふうには思っておりますが、まあ、周年ぐらいのタイミングで更新を一度かけようかなと思います。まあ、75になるんでしょうかね。見ていきましょう。まず何も乗らなかった場合、ドリブルが35000、パスが36000、まあ、ということでオフェンスは厳しそうですね。そしてタックルが41000、ブロック46000、パスカット42000、フォワードキラー 20% 乗った場合、ドリブルが40000、パスが41000、タックル47000、ブロック53000、パスカット48000。技威力合算してみていきましょう。ガルバン、カジバのキャラということで、まずはカジバ全く乗ってない、スタミナ満タンの状態を見ていきたいと思います。何も乗らなかった場合、タックル値189000ですね。そしてパスカット値が197000ということで、スタミナ満タンとかで OMF とかにマッチされると、これかなり危険な数字になってますね。まあ、ディフェンダーなので、まあ、読み勝ってしっかり取れるっていうのは結構最低限かなとは思いますが、スタミナ満タンだとかなり危ないですね。ナットレーザーの OMF 起用とかにマッチされると、まあ、ドリされてもワンツーされてもゴリられちゃうんじゃないかなと思います。フォワードキラー乗った場合も見ていきましょう。フォワードキラー乗ってる場合の初段ですね、スタミナ満タンの時は21万のタックル、パスカットが22万ということなんで、まあ、フォワード相手であれば読み勝ち勝負になりそうですね。読み勝ちありの補正入れていくと、タックルが26万、パスカットが27万、なのでまあおおむね大丈夫かなと。まあ、クリティカルとか属性有利っていうのが乗ってきた時に、まあ、やはりゴリっていかれる可能性はちょっと残るぐらいの数字ですね。であとは、まあ、スタミナが例えば半分ぐらい、まあ、今回のガルバン君が根性がついてないので、カジバがちょっと機能しづらいんですよね。で、まあ、例えばカジバ全開の 15% が乗った状態で必殺技使うためには確実に全力が必要になるので、その辺はご注意いただければなと思います。スタミナ半分であれば600ぐらい余ってますので、まあ、この段階ではどの技も普通に使うことができます。で、7.5% のカジバが乗っているというふうに仮定した場合は、タックル値が20万で、パスカット値が21万ですね。何も乗らなかった場合はそのぐらいになってきます。まあ、これであればおおむね読み勝ったらというところにはなるかなと思います。まあ、ただタックル不安なことには変わりないですね。24万台ということで、ナトゥのドリブルとかだと属性よりも乗ってきちゃうことを考えると、ちょっとゴリっていかれる可能性は全然あるかなと思います。あとは今のフェスのディアス君とかも普通に25、6万出てくるので、その辺もゴリられちゃう可能性は結構あるかなと思います。まあ、ただフォワードキラーが乗ってくれば、スタミナ半分の状態で23万24万ということで、まあ、ここは大丈夫かなというところですね。
そして火事場がすべて乗ってきた状態見ていきましょう。火事場全部乗ってくると、まあ、全力使わないと必殺技は使えませんが、OMF 相手だとしても、21万のタックル、パスカットが22万、まあ、この辺はしっかり読み勝てばというところになっているかなと思います。そしてフォワードキラーまで含めるとタックル値は24万、パスカットは25万8000、そしてブロックは27万5千ですね。なので、まあ、それぞれ読み勝ったら取れるような数字かなと思います。読み勝ちありの補正を入れていった時に、タックル値29万、パスカットは30万、ブロックに関しても32万8千というところですね。まあヒューガ君とかだと相手ブロックキラー乗りますけど、こっちに属性ユリも乗ってくるので、まあ、止めるかなと思います。まあ、ディアス、マーガスっていうところは、まあ、同じバフ条件であれば止めるんじゃないかなという感じですかね。あとはナトレーザーとかですかね。まあ、その辺も同じバフ条件であれば止める可能性は全然ある数字かなというところです。まあ、ただ火事場前回の場合というところですね。そしてコブ、ディアスというものがあるので、ディアス君の数字をちょっと持ってきました。コブで 5% 必殺威力が上がるとどうなるのかというところなんですけど、これ結構すごいことになっておりまして、まあ、例えばドリブル値、必殺威力上がってない状態のバフ45チーム付き69のディアス君っていうのは、まあ初段でも24万が出せるっていう、まあすごい強いんですけど、それに対して 5% 乗ると、なんと25万っていう数字が出てきます。体力満タンでこの数字なので、まあ、先ほどガルファン君ちょっと見てもらったと思うんですけど、 OMF 相手だと24万ちょっとぐらいしか読み勝っても出てこない数字でしたよね。なんでそのぐらいの相手っていうのはもう初段からゴリれちゃうという感じになってきます。で、例えばディアス君のスタミナが半分ぐらいになって、火事場が 6% 乗ってますよという状態だと26万っていう数字になってます。これはもう石崎君とかであれば抜ける可能性がぐっと上がってくるような数字ですね。で、まあ、やはり一番重要なのはシュートなんですけど、もし必殺威力 5% 乗った状態でシュートを打つことができれば、29万3000っていうところまで初段で出てくることになります。ここまで出てくると、まあ、例えば森崎くんっていうのは最大値で29万なんですよ。なので森崎くんとかはもう初段から抜けちゃいますし、若林とかもフィジカルフォーメが相手に乗ってた場合は30万ぐらいの数字が出てくるんですけど、フィジカルフォーメじゃなくてオフェンスフォーメだった場合で同バフの条件ですよっていうところであれば、まあ大体同じぐらいと、まあ、29万5千ぐらいですね。若林がそんぐらいになるので、まあ、初段からほぼ変わらないぐらいの数字になっている。そしてスタミナが半分ぐらい、まあ、削れてくればもう30万5千っていう数字になって、これはもう若林を初段から抜くことができるようなレベルになってくるというところです。はい、まあ、なのでこの辺は非常に有効な可能性が高いと。でもし必殺威力 5% 乗ってないと27万9千まで一気に初段は下がりますし、スタミナ半分になってても29万で若林に届かない数字ですよという感じですね。はい、なのでこのコブ 5% っていうのは結構でかいんじゃないかなというところです。それでは直近のガルバン君と比較してみましょう。まあ、このガードのガルバンと、マッチアップでデバフのガルバンとドリコレですね。まあ、この辺と比較してみたいなと思います。まずタックル見ていきましょう。まあ、カジバとフォワードキラー、まあ、全部乗ると今回のガルバン一番強いと。でその次にバイタル、そしてガードパのガルバンですね。フォワードキラーが乗った場合と同じフォワードキラー比較っていうだけで言うと、今回のガルバンは21万のタックルに対して、まあ、ガードの技のガルバンに関しては23万出せるというところで、まあ、ここはちょっと負けてますね。なんでスタミナが高い時の止める性能っていうのは技属性のガルバンの方が高いというふうに言えそうですね。ブロック見ていきましょう。ブロックに関してはフォワードキラーだけだった場合でも歴代ガルバンと中で一番高いということになってます。パスカットを見ていきましょう。パスカット値に関してもフォワードキラー一発乗った場合の技ガルバンっていう方が今回のガルバンのフォワードキラーのみの時よりも高くなっているという状況です。火事場が乗ってくれば今回のガルバンの方が優秀という感じですね。なんでスタミナをね、ある程度最初の方で少し削ってあげれば、対フォワードっていうところに対して、まあ、すごく強く出れるのかなという感じです。まあ、すごく危ないのが、この何も乗らない場合、この技ガルバンに関しては OMF に対しても特技が乗ってくるので、
まあ、OMF フォワードっていう攻めの起点に対して、まあ、大体あの強く出れるんですけども、今回のガルバンフォワードキラーしかないので、OMF 相手でしかもスタミナが満タンとかになっちゃうと、あのすごく下がりますよというところですね。まあ、この辺は注意が必要かなと思います。最近出たディフェンダーと比較してみましょう。まあ、ディックと坂木くんですね。まあ、この辺と比較してどうなのか見ていきましょう。まあ、例えばタックル値、今並べ替えてますけど、パスキラー渾身初段の坂木くんが27万。まあ、これはちょっとあの特定な条件っていうのもあるので、渾身初段のみの坂木くんが24万5千。で、カジバすべてとフォワードキラー乗った時のガルバンが24万7千というところです。坂木くんはね、もう初段になれば、まあそのガルバン最大値っていうのがいつでも出るんで、まあここは優秀かなというところですね。ディックのペナルティエリア内 25% だった場合で23万5千。まあそこに対してフォワードキラーが乗った時の、初段ガルバンですね。これが21万5千。なので、まあディックの PA 内よりも下という感じですね。何も乗らなかった時のディック、ペナルティエリアに、ね、釣り出されたディックでもだいぶしんどいかなと思うんですが、まあ、それを下回るような数字っていうのが OMF に対する、まあ、初段ガルバンっていうのは、まあ、出てますよというところですね。ブロック見ていきましょう。ブロック値に関しましては、まあ、パスキラー乗った坂木くんは高くて、渾身初段の坂木くんで27万9000、カジバとフォワードキラー含めた今回のガルバンですね、最大値で27万5000と、まあ、なんで、あの最大値が出せれば、あの高いかなとは思います。ペナルティエリア内のディックも超えてる数字になってます。ブロックで、まあ、やはり何も乗らなかったとこ同士でディックと比較しても、ディックよりも低いという状況ですね。まあ、このままパスカットも、あの、最低値っていうところを見ておきますけど、ディックのペナルティエリア外のパスカット値よりも、ガルバンの、あの、初段の OMF に対するパスカットの方が低いという感じです。まあ、なんで、まあ、カジバっていうのはもう、必殺技使えば、あの、少しずつ乗ってくるものにはなるので、まあ、順々に、あの、ガルバン安定はしてくると思うんですけど、まあ、本当にキックオフとかで、まあ、サラサラっと行かれてですね、あの、まあ、OMF とかにバチって当てられたりすると、ちょっと危ないかなというところです。まあそういう意味でやはり渾身キャラっていうのは最初が高いので、まあそういうところでちょっと優秀かなというふうには思います。坂木くんはパスカット値初段で26万。まあ、あのガルバンの最大値も超えてますね。はい。はい。というところで今回ガルバンくん見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあまずはチムスキーですね。こちらが 25% 実装されたっていうところで、まあ非常に価値のある、キャラなんじゃないかなと思います。力海外の5人っていうことなんで、もう本当になんすかクラブとかそういう縛りもないのでかなり汎用性の高いチムスキーになるんじゃないかなと。であとは絆 5% なのでバフ盛りのデッキに入れやすいキャラですね。まあ、あとはコブのディアスというのが非常に、まあ、今回のフェスディアスと相性が良くて強力。コブが乗った状態でのディアス君のシュートっていうのは、まあ、初段若林を結構軽々いけちゃう可能性が出てくるんじゃないかなと思われます。まあ、ただガルバン君攻めがほぼできないキャラでしたので、まあ、ガルバン起点であのパスとかからスタートしてコブ乗せていくっていうような感じの運用にはならないのかなと思いますので、まあ、どこかでガルバンでカットしてからのカウンターでディアスとかっていったような感じになっちゃうのかなと思います。まあ、なんならあのコブの必殺技威力アップとホットラインとかっていうのは非常に相性がいいので、まあ、例えばディアス君にあのまあ、ワンチャン高浮きとか、まあ、ちょっとあの枠があんまりないとは思うんですけど、高浮きとかを例えばつけたという想定でリバウルとかから放り込んであの 5% が乗ったっていう状態であれば、まあ、これはまたあの初段のディアスだったとしても29万5千っていう数字が出てくるんで、まあ、非常に優秀かなと。まあ、それをさらに地上で受けてやれるっていう、まあ、あのスキルまで持っていればですけども、持っていればあのコブが乗ったディアス、スタミナが満タンだったとしてもリバウルのパスからの地上シュートで31万3000っていう数字が出ます。これに関してはあの、まあ、現状取れるキーパーいないんじゃないかなと思われます。はい、というところで、まあ、今回ガルバン見ていきました。いかがでしたでしょうか。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。